はい、どうもどうも。昆布チャンネル、ミネラル豊富、テキスト30となります。30ということで、ちょっと装いを変えてみました。でね、今回サムネにもあるようにラブカスな事務活、さて何だろう。in 秋田、ほっくりする県ということで、ちょっとね、これ前に撮った動画なんですけども、いつかアップしたいなと思って、ちょっと寄せてありました。なんでね、グランドオンレードの時になります。まあまあほっくりする件というか、秋田の事務活ってどうやってるのかなって、まあ田舎の方ってどういうふうな事務活になってるのかなと、ゆるいですがこう見てもらえればなと思ってアップさせていただきます。みんなと会話しながらね、楽しくポケ活、事務活をやらさせていただいてます。本当ありがてえということで、はい、ご覧ください。うわ、やっぱ広角だなこれ。動かないでくださいね。GoPro 買っちゃった。 GoPro これ今6新しく出たじゃない。あれ高いんだけども、5ね3万3000ぐらいなのよ。 IS なんだ。そうそうそう、だから買っちゃった。はい、 ね、これ今 GoPro5 で撮っております。みんな入ってんの？ちょっとね、私もちょっと YouTube をアップするようになってから、なんかこうカメラが欲しいななんて思ってしまって、で GoPro6 はちょっと欲しかったんですけど高くて、この GoPro5 の方をあえてちょっと値段下がった、足元ぐらいうずるのを使っていい？いただきました。大丈夫？足元ぐらいはでね、こうやって皆様のちょっと許可をいただき撮らさせていただいております。ありがとうございます。こうやって使おう。嘘、カットします。モザイクじゃなくて、カットで。すいません、使わせていただきました。モザイクで使わせていただきました。いや、これ消えるな。まあね、ラブカスの話はここからちょっと始まりますけども、まあそこの一部分だけなんで、あとはなんか YouTube の話したり、ゆるい会話なんで、まあちょっとはい、見ていただければ幸いです。秋田の霊道、事務活を見ていただければ。ちょっとだけ聞いていいですか？一番初めどこで出会ったんですか？一番初めのポケは、ね、本当私もフリーザの時で、フリーザの時で、一つ森公園。それこれ足元だけだけどアップしていい？いい？ポケモンで出会ったっていうすごい幸せな部分も載せたいじゃない？いい？今足元だけなんで、なんか ほっくりするよね。ねえ、なんかすごい嬉しいな。ポケモンも楽しめるし、なんかそういうほっくりする話聞けるとなんか嬉しくないですか皆さん？嬉しいですよ。そうだよね。俺も嬉しかった。すいません、皆さんに強要してしまって。俺は嬉しいぞ。はい、ということでね、今の部分だけがラブカスな件です。はい、すいません、あとは好き勝手な会話がなされますけども、一応全部をボンって乗せて切ってカットして削除せば、そこを、うん、なんだ、今高校生 YouTuber っていうのがすごく多くて、うん、その人たちは全部携帯のアプリで切ってつなぎ合わせで、うん、もう全然そんなんで高度なやつ全部そういうの、はい、全部スマホでやってる。そうです、スマホで撮ってスマホでやるって。だからまあまあちょっとこれ持論なんで全部が正しい。これ結構高度な方です、ね、人にそれぞれ違いますんで。これでも俺かけてないわけです。初めスマホだけで撮ってたんで、はいはい、皆さんいろんなやり方をやってると思うんで、それが全てだと思ってますね。だんだんね、はい、撮り始め、生ライブやらないですか？生ライブやりたいんだけど、あれ怖いっすよ本当。絶対誰が名前言うでしょ。だって名前言って誰が
メですよ。ちょっとアウトですよ。アウトな。そんな怖いこと俺できない。はい、まあいろいろね、会話自粛今発令中ということで、ちょっとお聞かせできない会話がなされておりますけども、はい。まあこういった感じで秋田のレードはなされております。まあ楽しいですよ本当。まあポケモンがきっかけで皆さんと仲間になれたんで。アカウント出すのは大丈夫？名前を。まあ申告されればもうコンプライアンスになるけども。こっち今一応モザイクとか。見えねえようにするじゃないですか。知り合いの許可取ってるやつだ。はい、ここも会話自粛発令中でございます。これはモザイクかけるのもめんどくせんだっすよ。はい、めんどくさいなんて言わないでね、ちゃんと処理しなきゃいけないですよね。ということでちょっと単にその画像を流したかったってだけで見ていただいてありがとうございました。まあね、そのポケモンがきっかけで出会えたというか、でお付き合いすることになった、なんだフリーザレードにで初めて出会ったらしいんですけども、なんかほっくりしますよね。なんていうんですかね、我々もこうなんだ仲間と共に仲間と共にレイドするというか、都内とか一度仙台の方に行ってやってみた時あるんですけども、基本的には横の人とつながらないというか、単にこうそのジムに行って入れるか入れないかで、あ入れなかったら残念っていうか、なんていうんですかね、田舎に行けば行くほどちょっと仲間意識というか、そういうグループができるというか。まあ仲間と一緒に楽しくやらさせていただいております。はい、ということでありがとうございます。なんて言っていいか本当分かりませんけども、すごくほっくりする動画なんだよっていうのを伝えたかったんですけども、なんかその YouTube の話やらなんていうんだ、アップ方法やらなんかいろいろそういう話題にもなってしまって、まあ、そういう会話が楽しんで、何気にする会話が楽しくて、ポケ活だけが楽しいわけじゃなくて、仲間とそういう何気にする会話が楽しくて言ってるような部分もあります。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録等々、グッド評価等々よろしくお願いいたします。ありがとうございます。